北海道、今朝は冷え込み、放射霧が現れました。札幌市からいただいたご報告です。晴れている空ですけれども、低いところ畑にだけ白いもやが現れたということで、放射霧が見られておりました。この放射霧とは一体どんな現象なのでしょうか。条件としてはすっきりと晴れて雲がない日ですね。風が弱いことで冷やされた空気が内陸部にとどまっていきます。冷やされて地上付近で霧が発生していきます。この霧が放射霧となっていきます。気温が下がったタイミング、そしてこの霧によって視界不良がなる、そういった現象ですね。気温の変化によってこういった放射霧、特に秋から冬にかけて見られることが多くなっていきます。今日は北海道で最低気温、朱鞠内では 0.7 度を観測していて冷えました。この後の気温の変化がどのようになっていくのか、予想気温を見ていきましょう。14時以降の予想を見ていきます。昼間の時間帯も秋晴れの空が広がっている北海道付近では20度前後まで気温が上がっているところがありましたが、夜になっていくとどんどん気温が下がります。特にこういった内陸の地域では5度を下回るような冷え込みとなりそうです。札幌周辺でも10度前後の気温となっていきますので、1日の寒暖差には注意してお過ごしください。この後も気温の変化に関してはお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけます。ぜひご活用ください。